皆様、ご起立いただいてご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんにちは、本日は第4回フィールドスパーリング大会に、たくさんご来場ありがとうございます。本日リングアナウンサー、進行役を務めさせていただきます、川端です。ロクサの魂を引き継いで今日一日頑張りますので、皆様のお力を貸してください。よろしくお願いいたします。本日フィールドスパーリング大会の開催にあたり、代表内越から大会の挨拶をさせていただきます。内越代表よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日は、第4回となる、フィールドスパーリング大会に朝早くから、大勢お集まりいただきまして誠にありがとうございます。先ほどピンクにも流れましたが、もうちょっとお話しさせていただきますけど、うちのリングアナウンサーのロクさんと知り合った時に、まず最初に思ったことが、こいつ本当にやれんのかよと思いました。それが第一印象でした。で、何を言っても本当にね、強情で、自分の要求を聞かないですしね。でも顔を合わせるたびにね、毎回腹立てていましたね。ところが、ある日自分にこうガミガミ言われた後に、奥の方で一生懸命このなんかメモ書きをこうしている姿を見て、で何書いてんだろうなと思って、でそっとそのノートを見た時に、イベントの、この大会の進行順序、そして選手一人一人の個性、それと自分に言われたことを全部書き写してて、それを見た時に、あ、この男は本当にね、ボクシングが好きで、でフィールドが好きで、で一生懸命やってくれてるんだ。でなんで俺はその男のね、気持ちが分かってやれなかったんだろうと思って、ものすごいね、反省しました。その時から、なんとなくこう、仲が良くなってて、一緒に酒飲むようになって。ね、今日は大会の挨拶なんで、あんまり死ぬっぽくなってもいけないと思います。で今日、ロクさんは天国で、我々のイベント、そして今日選手がこのリングで戦う姿を上で見てると思うので、本日過去最大のイベントになりました。47試合、非常に長い時間にはなりますが、皆さん、体調崩さず、寒いですから怪我のないように、無事に終わって帰っていただきたいと思います。私たちもフィールド一生懸命やりますので、本日どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、解説者を紹介したいと思います。元日本スーパーバンタム級チャンピオン、元 OBDF 東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン、葛西雄一さん、リングの方にどうぞ。
一言お願いします。こんにちは、元テレケンジムの笠井です。そして今洋画でグローブスというアマチュアボクシングジムをやって、代表をやってます。本日はアマチュアの試合でありますし、昨今はね、パワーボクシングが目立ってますけども、今日はテクニック重視、うまいボクシングを見せてください。そしてこの中からまた将来の世界チャンピオンが生まれるのかなっていうのを感じさせてくれる選手に出会えたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは失礼します。続きまして、もう一人解説者をご紹介したいと思います。元日本スーパーバンタム級チャンピオン、元 BBF 東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン、福島学選手、リングの方へ。お願いします。どうも、このような光栄な場にお呼びいただいて本当嬉しいです。でボクサーってやっぱりリングに上がって力を発揮する、それが目的のこうために練習しているものですから、もう自分も今リングに上がってちょっと血がたぎってますねで今日は本当皆さんの熱い戦いをこう、解説下手くそかもしれないですけど、見させていただいて、心を熱くさせていただいたらなと思ってます。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、本日の、試合開催にあたり、ルール説明の方を、伊藤さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。試合中1ラウンド2回のダウンを取られましたら KO 負け、1回のダウンもですね、ダメージが大きいなと思いましたらストップいたします。特に B ランク、C ランクの試合に関しましては、表情を伺うという形で早めのスターティングダウンを取りますので、判定のですね、不服等を含めジムの関係者の皆様にご理解のほどよろしくお願いいたします。あと声援につきましてですけどね、コロナ禍ということもありまして、マスク着用で控えめにお願いしたいと思います。ヤジ等は禁止とさせていただきます。本日は、この大会素晴らしいものとして皆さんで一丸となってしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。